じゃあこんにちは。はい、豊さんの目利きって当たります？俺ね、自慢じゃないけどね、選手の、あ、こうなっていくだろうなとか、あ、この子使ったらレギュラーになるなっていうのは、結構当ててるよ。まあ当ててるっていうか、俺は多分ね、そんなにね、外さないと思う。おお、すごいですね。いや、ほんとほんと選手、これはね、自分を自分で褒めるわけじゃないけど俺の目は確かだよ。確か、あとは例えば野球から離れた時の、例えば骨董品とかあるじゃないですか。これは値打ち出るよ、将来的に。この絵画はとか全く興味がない全く興味ない。絵とかにも興味がない。あ、でもそういう美術関係とか、そういうものは分からないんだよね。あとは例えば歌手で新人で出てきた子は、あ、この子化けるなとか、将来的に、まあなんとなく声質とか、音の取り方とか、感情の入れ方とか、そういうのって大体分かるじゃない。分かりますよ。あ、この子は良くなるだろうなと思ったりだとか、あ、この子はソロの方がいいのになとか、そういうのは大体そうなっていってるよ。あ、そうなんですね。いや、本当に本当に。ということで今日は、豊さんの目利きは本物なのか偽物なのか検証。それはさ、まあ時間かかるよね。え、シーズンオフまでかかります。そうだよな、はい、だからこの動画を忘れないでいてほしいと。そうで、シーズンオフ、皆さんの契約更改の時に答え合わせができるという企画です、というのも今年年俸が化けるであろう選手を各チーム1名ずつ出してもらいました。はい、それを披露して、豊さんの目は確かなのか、これを検証してまいりたいと思います。そうだな。そうです、そうです。でも8割当たれば合格だろ。いい方ですよ。そうだろ。そうですよ、そうですよ。まあここら辺はあの感情もこもってる選手もいるからさどの選手だろう。なかなか、だから8割っていうね。ああ、そこで、まあ、7割ぐらいにしてくれたらありがたいけどね。そうですね、まあ7割8割、まあ、そうだな、当てればもうそれはもういい目を持ってる、持ってるっていうことですよ。はい、では、はい、じゃあ、去年のパ・リーグのまず最下位のチームからこう順に見ていきたいと思います。はい、去年、まあ、日本ハム、はい、ちなみにですよ、はい、日本ハムの昨シーズンの年俸の大幅アップ率1位って誰だか分かります？去年のだから年俸シーズンオフのあれってドーン上がった一番の選手。去年は、万波とか、あとは伊藤大海とか全然違う。いやいや違う、去年は知らんがな去年は、いやでもほら去年1年活躍した人っていうことですよ、つまり日本ハムで。そうですよ、急成長。急成長、もう清宮は、え、なんだよなんだよ。あの、この選手2022年度だ、つまり2021年に契約してたのが2050万だったんですよ。それが去年のオフに8600万円になって年俸300万。あ、松本か。そうです、松郷選手。あ、松郷かいや松本はなんか俺もう前にも出てたしね、レギュラーで。はい、あ、まあそういう風になったのね。そういう風になったのね。そうです。で、320% アップ。なるほど。ちなみに2位はあの教授です、北山投手。北山上がったんだ上がりました。なるほどね。700万から2700万の 286% アップです。はいはい、まあ、そんな中豊さんは今シーズン、はい、オフに大幅アップに上げたのが、はい、金村。そうです、ルーキーの金村選手、ドラフト2位ルーキーかな。そうです。ちなみに年俸が1100万なんです。1100万なっちゃった。いやいや、金村は、はい、これは伊藤大海を彷彿させる、そのぐらいのまっすぐ持ってる。お、でちょっと打ってくれれば、はい、必ず10勝する。お、そうなってくると、はい、まあやっぱり4、5000万にいくやろな。おお、すごいじゃないですか。ああ、1100万が4500万にアップ。4500万から5000万の近くにいくよな。4800万でもいい。おー、4号から5、まあね、4800万。いや、金村の投げてるボールだったらそのぐらいの1年目から、うん、まあ、ローテーションに入るだろうし、はい、価値はある。いや、投げてるボールまっすぐはやっぱ素晴らしいものがある。そうなんですね。だからこのピッチャーは給料上がると思う。あ、上がるピッチャーですね、金村選手。はい、ハム。さあ、ロッテです。ロッテ、はい、ちなみにロッテ去年はどなたでしょうか。佐々木朗希だ。あ、佐々木朗希投手はね、2位、167% アップ、3000万から8000万です。ああ、そう。上回る 250% アップの選手がいました。そんなにいたの。ああ、高部。そうです。ああ、1000万から3500万、高部選手。高部頑張ったもんな。そうですよね。盗塁も取ったしな。はい、というわけで、じゃあ今年のオフ誰でしょう。はい、山口。
あ、山口選手ですね。まあ、4番を任されたりだとかね、はい、まあ、打順はこう4番を基本にいろいろ動くかもわからないけども、はい、やっぱロッテにないそのホームランとかね、うん、そういうのをこう期待できる唯一の選手、日本人選手でね、はい、だからそうなってくると、まあ、相当打つと思うんだよね、うん、調子が良ければね、はい、だからまあ山口が上がるんじゃないかなっていう気がする。実は山口選手、去年のアップ率のトップ5に入っていて、5位で1400万から2800万の 100% アップでした。何 100% アップだよ。もっと。もっと上がるって。じゃあ、今2800万じゃないですか。うん、これ、今年のオフいくらぐらいいきますか。まあ、8000万だな。8000万、うん、これはやっぱ、その代わりベテラン一人切るけどね、多分。お金がなくて、そう。それつらいですけど。いや、わかんないけど、はい、まあ、8000万ぐらいはいけるよ。きちんと活躍すればいけると。あ、夢ありますね。あるでしょ、プロ野球選手って。で、来年やったら、はい、ね、1億超える。大台いきますね。超えますね。2億近く。おお、すごい、ね、はいはい、さあ続いて楽天です、はい、楽天去年誰だったと思います、アップ率ナンバーワン去年。はい、ピッチャーだな。そうです、ピッチャーです。ここでほぼピッチャーですね。あ、うん、誰がいたっけ楽天。1位は宮森投手。あ、宮森な、はい、138よく投げたな。8%アップの420万から1000万です。え、そうなの。そうなんです、420万1000万、はい、だったんです。元が、あ、元が低いかな。じゃあ、まあ、もう一回やろうかな、そこになんでベットするみたいな感じになってるんですか。いやいや、まあ、藤平、はい、藤平選手、はい、まあ、今年ローテーションでいけそうだしな。おお、やっとこう素質が開花してくるかなっていうようなね、はい、うん、なんかもた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 してたけどさ。そうなんですよ、まあ、あの枠井の穴をね、はい、誰が埋めるかって言ったら藤平に行くのかなっていう感じもするし、だから、まあ、藤平が普通に投げて、はい、まあ、受賞でもしたら、はい、それはアップ率は相当いくと思う。そうですよね、うん、今まで藤平せあの選手1500万、1800万、1800万、1500万っていう、なんかそこら辺をたどってきてたんですよ。そうだろう、はい、今24だよな、はい、まあ、ちょうどいい頃かなと思うんだよね。だから、まあ、藤平が今年はなんか活躍しそうだし、うん、だから、まあ、アップ率を勝ち取るかなって。いくらになりそうですか、1500から。5000万近くだな。5000万近く、うん、まあ、もともとしすぎてるから。そうですね、これルーキーの時にやるとさ、うん、ポーンってこう印象的にバーン上げるんだけど、球団ももたもたしてるからさ、足踏み、だからあんまり僕は上げなくても目立たないからいいんじゃないかみたいな。ひどい、もうそういうこともあるしね、印象があるしね、うんうんうん、はい、まあ、でも活躍してほしいですよね。活躍しなきゃという感じですけれども、はいはいはい、さあ続いて西武です。西武は、西武去年誰だと思います。水上。そうです、水上投手。タイトル取ったもんな、はい、300% アップの1000万から4000万、はい、ね、でちなみに2位は与座投手、はい、200% アップの1100万から3300でした。はい、まあ、今年は青山、うん、お、ルーキー抑え、はい、まあ、最初失敗したけどな、うん、まあ、だけど次やり返して、はい、でおそらく、まあ、松井稼頭央監督の性格だと青山で行くって決めたら、よっぽどのことがない限り青山で行くよ。おお、ここでかけるよ。もう心中する感じですね。もう精神的なダメージが相当ひどかったら変えるけど、うん、青山で行くと思うよ。どのぐらい成績。いや、だからこれ、タイトル争いなんか絡んでくると、はい、ね、タイトル取れなくてもそこまで絡んでいくと、うん、まあ、相当アップするよね。ちなみに1000万なんですよ、年俸。1000万、はい、まあ、5000万あげればいいじゃん。あげればいいじゃん、5000万。これどのぐらいの成績残したの。だから水上は中継ぎでホールドポイントでしょ、うんうん、はい、これはセーブポイントだからさ、やっぱ価値がちょっと違ってくるんだよ。だから5000万なんですね。そう、もしくは5000万より行く可能性もありますか。可能性あるよ。お、まあ、タイトル取ったらだけどね。あ、まあ、そうですよね。でも抑えをやり切ったとしたら、はい、まあ、5000万ぐらいは行くと思う。おお、じゃあルーキーで、まあ、西武タイトルなんか取ることがあったら、ああ、もう、うん、大変なことだ。7000万いっちゃう。7000万もあり得るってことですね。渡辺 GM 見といてほしいけどね、これ。そうですね、ぜひ。これやらなきゃしょうがないじゃんみたいな。7000万って言ってたしなみたいな。そうぜひこの動画参考にしていただければと思います、はい、さあソフトバンクです。ソフトバンク去年誰だと思います。藤井。あ、まあそうですよね、はあ、藤井投手 669% アップ、はあ、650万から5000万、はい、まあそうですよね、はい、いきます、はい、はい、藤井また
これは千賀の穴埋めます。あ、本当ですか。千賀が去年10勝、はいね、10勝超えるから。超えますか。うん、もう一人で千賀の役やっちゃうから。やっちゃうから。やっちゃう、やっちゃう。そんな、え、石川投手とか東山投手抜いて全然。え、だから1億5000万ちょっと待ってください。もうソフトバンクではなめんじゃないぞいや、そうでした。そうだろ。お金持ってました。1億8000万いくよ。いや、出ました。10勝以上したら今までで一番のアップ率です、この中で。そうだよ。5000万から1億8000万で、ね、千賀を、ね、はい、メジャーに出すから藤井を中継ぎから、うん、ね、先発に、先発に回したんだから、はい、でそうなってきて10勝以上してくれたら千賀の穴一人で埋めたってことなんだよ。そうですよ。そしたらお前千賀いくらもらってたの。そうですよね。お、安いもんじゃないか。確かに1億8000万ぐらいね。でこれもソフトバンクの関係者見といてほしい。1億8000万でもほら、去年近藤選手だっていろんな選手にお金をつぎ込みすぎちゃった分、今年使わないから、優勝するから、補強しないから優勝するから、うん、いやでも支配下契約からのやっぱ1億8000万って夢がありますもんね。あるある。まあ、千賀投手もそうでしたけど、そう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 、夢があるな。だから藤井で千賀の穴を埋めるから確実に、はい、なるほど、うん、だからその価値あるだろ。ありますよ。あるでしょ。もちろんあります、はい。まあ、去年悔しい思いもね十分したでしょうし。そうそうそう、はい、さあオリックス、はい、オリックスは昨年アップ率トップ誰でしょう。あ、うん、宇田川3位です。山崎翔一郎入ってないです。入ってない、はい、宇田川投手は 278% アップの450万から1700万、うん、まあ、支配下からね抜擢阿部か。そうです、阿部投手です。はい、はい、382% アップの830万から4000万円になりました。じゃあ今年はもう大体わかります。もうオリックスはもうこれね、もう一人しかやない。もうそうでしょうね。もうとにかく12球団でナンバーワンのアップ率になるんじゃないかっていう山下俊平と、うん、来ましたよ。これは行く行く。もう素質で出しちゃう。素質で出しちゃうもん。もう出しちゃうもん。あなたには出します。出します。ちなみに700万なんですよ。ああこれはまあそれはすごいね。700万だったら、うん、6000万ぐらいでいいんじゃない。うわいい。あるな、6000万。これどのぐらいの成績を残すと仮定して6000万ですか。13勝3敗、うん、わお10個の貯金すごいじゃないですか、うん、13勝3敗タイトル取りますね。これなんかタイトル争いをしそうな感じがする。山本由伸投手と一緒に。ああもうあらすごいじゃないですか。まだね未完成な部分があるんだよ。まだまだ伸びるからこの選手は。最終的にどのぐらいいきそうなんですかね。何がこの投手。メジャーに行くから気にしなくていいいやいや本当、いやすごいよ。すごい。このピッチャーはやっぱあの若さでこのクオリティがあって、うん、あーすごいと思うよ。じゃなかったら開幕投手やらせないって。そうですよね。初めて一軍に上がったんだから。ですよね。それが開幕投手だから。あの来年あたりにはもう1億超えてそうですか。もちろん。あ、超えなかったら山下の怠慢か怪我だよ。怠慢か怪我。ブクブク太っちゃう。オリックスなんでも腕が回りません。そんな感じで怠慢になって。でも今やって、はい、ね、うん、もうとにかくアメリカ行くチャンスがあるんだったら、うんうん、ダルビッシュさん土下座してでも、はい、いや教えてくださいって言ったら、はい、相当なピッチャーになること間違いない。じゃあオフトレーニング一緒にした方がいいですね。もうダルビッシュが嫌がるかもわかんないけどお前いいよみたいな。そんな受け入れてくれますよきっとなあ、はい、お700万から6000万円、はい、夢がありますね、はい、いやだからこの山下俊平太投手だったり藤井投手っていうのはやっぱりアップ率が相当いきますね。相当いくね、うん、はい、これ見るとやっぱりピッチャーの方がアップ率っていくんですかね。まあ可能性はあるよな、うんうん、ありますね。さあセリーグ見ていきましょうか、はい、さあセリーグ中日去年は高橋宏斗でしょ。4位です。あ岡林。そうです。岡林選手の 441% アップ740万から4000万。まあそうですよね。タイトルもまあまあそうです。はい、取りましたし。で今年は、まあ、高橋宏斗だよ。もうこれは大化けするぞお前。知らないぞお前。知らないぞ、うん、ちなみにただ打ってくれるか打ってくれないかだよ。またそう査定に打ってくれなかっても勝ち投手みたいな扱いをしなさいよって、うん、そこですよね。そこあのだから何勝何敗っていうのはちょっと脇に置いてもらわないとっていう。そう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 。で3500万円です。今ああ1億いくよ。え、いきますか。いやだってお前10勝以上するもん絶対に。今年はしますか。いやだから打ってくれるやな、うん、
いや本当にそうですよね、うん、おー1億、まあ、WBC でもあれだけの活躍してますし、本来もともと活躍してた選手ですもんね。去年出しといた方がいいんだよ、ポスティングで行くときに。あ、もう行くと、もともと高いと向こうも出さなきゃいけないと思っちゃうから、うんうん、そっか。で、球団に入ってくるお金がその分、そう、3億ぐらいやっちゃうの。そんなに、まあ、そんなことはないな。いや、いいですね、まあ、高橋。でも、もう本当にポンポンと投げてりゃすぐ3億ぐらいに行くよね、行く選手。さあ、続いて広島です、はい、広島去年のトップ、トップ誰なんだろうね、広島。これ分かんない。矢崎投手です。あ、矢崎か。はい、250% アップの800万から2800万。目立たないね。そんなことない。いや、広島目立たないじゃん、あんまり。そんなことないですよ。また広島ファンから来ますよ、コメントで。広島決して嫌いじゃないんだよ。でもそうですよね。だって俺、隣の山口県出身だから。ちっちゃい時ファンでしたよね。うん、そうでもない。巨人でしたよね。いや、だけど、はい、広島に何の恨みもないわけよ。そうですよね。だから広島ファンの方は、もっと俺に優しく接してよ。はい、でも、地味。ちょっと地味じゃない。そうですね。まあ、そうですね、地味になるよな、成績悪いからな。まあ、そうなんですよね。やっぱりどうしてもそうなっちゃいますけれども。はい、では、今年のアップ率ナンバーワンは誰？ナンバーワンは小園。うん、聞こえた？小園。ちっちゃい子で聞こえました。小園。坂倉選手じゃないんですか？いや、坂倉は大変だと思うんだよ。はい、キャッチャーとして。んで、また給料もたくさんもらってるからさ、今もう。1億近いでしょ。95です。そうでしょ、はい、だからそこから上げるって言ったら、うん、今年はその給料現状維持か1億2000万ぐらいでもいいから少し上げなさいと、うん、あ、じゃあアップ率はそうはいかない、ね、アップ率はそうはいかない、うん、でも小園よと、はい、お前もう野手の守りの中心の選手にならなきゃいけないし、打線の中でもやっぱ中心と言われるような選手にならなきゃいけない、うん、子供も可愛いし。そうですよ、子供かわいい、かわいい子供のためにね。あの子かわいいな、一回な、一回抱っこしたよな。かわいいかわいいんですよ、ね、本当にな。奥さんとかまた奥さんもあのインスタの上げ方が面白い。あの顔が原型がわからない、わかんないとかな、とかなセンスがあるよな。かわいいですもんね。だから奥さんと子供のために大幅アップ。もう頑張りなさい、本当に。現在4500万に落ち着いてるような選手じゃないんだよ。本来はもう1億2000万ぐらいの稼ぎをしておかないとダメだよ、はい、そうなんですね。いや、もう小園の素質は半端じゃないから、うん、だから頑張れと、頑張れということで、1億5000万ぐらいになってほしいな、1億アップみたいな。すごいですね。でも3割打ちゃいいんだよ。ショートで3割って価値あるから。そうですね。いいないですけど、なんだダメか。いやいや、いいですよ。4500から1億だから1億2000万でもいいよな。1億2000万、うん、でもすごいですよ。でもこのぐらいの本当は活躍をしてないといけない選手なんですよね。ダメなんだよ。もたもたもたしやがった。そうですよね、うん、まあ、そういうその知った激励も込めての1億2000万ですね。そうそうそう、分かりました。じゃあ巨人、はい、いきましょうか。巨人はちなみに去年どなたがアップ率、アコースト違う、いるじゃないですか。誰？コアラ。コアラですよ。コアラ、はい、コアラに似てるっていう、うん、WBC も言ったじゃないですか。嘘。コアラ、はい、うん、塩塩塩塩大城大城と大城を投げてる。何何何、ちょっと待って、戸郷か。ちょ WBC 言ったじゃないですか。誰が。ほら、岡本。師匠じゃない、師匠じゃない。なんだ、忘れてませんか。 WBC 行った。嘘。巨人から、ええ、戸郷投手でしょ。大城でしょ。大城選手。岡本でしょ。あと一人行った。やだ誰だ。嘘でしょ。これ当てるまで帰れません。あ、そう、はい、嘘。ああ、大勢か。そうですよ。ああ、大勢な。大勢忘れてた。かわいそう。最後投げなかったんだもん。いや、そうですけど、最後は、ね、大谷投手でしたが、256%アップの1600万から5700万です。なるほど、はい、巨人は白木。え、白木投手ですか、うん、この前あの初登板したな、はい、あの子の生、ね、い立ちはね、はい、まあ、愛媛県出身で、はい、明徳に行ったんだよ、うん、で、ライバルに森木がいたんだよね。あ、はい、で、甲子園行ってんだよ、はい、白木の方が、うん、で、森木の陰に隠れて白木の名前が消えるという。森の陰に白が隠れちゃった。そうそうそう。あら、で、やっぱりね、高校時代からね、悔しい思いしてるんだよ、はい、で、巨人に入って阪神に入っていって、うんうん、ね、
これはやっぱり巨人で活躍したら森木よりは名前が出るよっていう、うん、そうです ね、そうなってくると白木は黙っちゃいない、うんうん、伊藤氏黙っちゃいない。この前投げたのを見たけど、はい、あの初登板であそこまで投げれたら十分だし、うん、でもっと良くなると思うんだよ、はい、で巨人っていうのは若手に今チャンスが転がってるんだよね、はい、そうなってくると白木っていうのは明徳出てる、名門出てるし根性座ってるわ。おうん、だからいい顔して投げてるし、はい、俺は白木が今年は活躍しそうな感じがするんだよね。でもまだ若いしさ。そうですよね、うん、ちなみに去年540万から550万の10万円アップでした。いいじゃないか。あ、10万円アップするだけでいいですよね。だから、まあ、3600万。おお、夢ある大幅アップですよ。去年大勢いくつだっけ。去年が、うん、1600万ですからの5700万。あ、だからそこまではいかない。 256% アップまではいかない。いや、だから金額的にそこまではいかないけど、うん、3600万ぐらいはちょっといきそうな、うん、いけば巨人は楽だ。そうですよね、うん、これはじゃあどのぐらいの働きをしてくれると豊さん見てますか。じゃあ俺はね、井上っていう左のピッチャーがいて、はい、春人がいてね、それでものすごい期待してたんだよ。でローテーションにも入れようとしてたのが、なかなかこうどうなのかなっていう、まあ投げるかもわからないけども、はい、でも白木もなんか俺ローテーションに入ってきそうな気がするんだよね。で原監督も最後の一枠を白木を入れたいからっつって、はい、ちょっと枠を上げたんだよね、はい、でそのぐらいやっぱ勝ってんだよ白木っていうの、うん、これ名前はちょっと薄いかもわからないけど、はい、俺はなんか化けそうな気がする。おお、じゃあこの白木投手ぜひね、名前を皆さんこう頭の中に入れながら今シーズン通して見てほしいですよね。わ、はい、かりました。さあ続いて阪神です。はい、阪神は昨シーズン誰がアップ率トップナンバーワンだったでしょう。湯浅。そうです、 840% アップですよ。すごいね。いくらになった。500万から4700万。元が500だったんですよ。まあ、そうだね。はい、なのでこのアップ率になったんですけれども、はい、さあ今年は誰がアップする。あ、もう森下でしょ、うん、まあそうですよね。森下いくらもらってる。一応これ推定っていう形になってるんですけれども、うん、1600万です。で出来高5000万なんですよ。高すぎんだろお前、うん、ルーキーで、ルーキーで、で出来高5000万。まあまあいいよね、はい、そうだな、まあ6000万ぐらいいくんじゃない。来ますね。これ優勝も絡んでる。あ、そうか、チームの優勝っていうところでも、そうそうそう、ご褒美もあるしね。はい、うん、まあ新人王、これはじゃあチームの優勝、さらに新人王というタイトル、うん、で、まあ、ここではね、うんうん、でも新人王は誰だって言った時には森下にならないかもわかんないけど、まあ、ここではこのなんかとなく取ってるかなみたいなっていう設定ですね。そうそうそう、6000万は、そう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 、もう、まあ、大体シーズン通して130試合以上は出て6番で打率どのぐらい残してる。275、ホームラン19。惜しいなお前、もう一本やったないかっていうのが聞こえてきそうなのなんか岡田さんの声で。いや、もう来年に取っときます。ああ、もうそこまで加味しての6000万ですね、はい、そうそうそう。おお、ということは、まあ、今年6000万だとして次のシーズン9500とか。いやいや、もう1億超え。あ、もう1億超えますか。すごい、まあ、牧選手みたいな感じっていう。阪神なのか。金あるから。あるんですね。あるよ、阪神も。阪神なんか今年見てる時にいつも前にだから。そうです、ね、いや絶対そうだって、うんうん、そのマジックが出てるから、ね、そうなんです、まあ、大阪の方では道頓堀の方では、そうそうそう、そうです、もうすでに出てるので。そうそうそう。おお、じゃあ森下選手が6000万もらえるんじゃないか、はいはい、さあ残るは DeNA とヤクルトになってきました、はい、さあ DeNA は昨シーズンのアップ率ナンバーワンは誰でしょう。あいつだ、うん、九州学院伊勢。そうです、伊勢投手です。はい、233% アップの2760万から9200万。なんかいくらからいくら。2760万刻んでるんですよ。60万、まあいいやな。60あるのとないのじゃ大きいな。まあ、そうです、はい、でも9200万、はい、あ、これやっぱあれなんですね、1億じゃなくて9200っていうところでとどめるんですね、やっぱり一旦、まあ、そこの壁を作っちゃうよね。1億の壁、俺も作られたからな、壁ですよね。もう俺が持ってくるって言ったの、残りの差額を差額を持ってくるから、もう1億にしてくれっつって、はい、9760万。何ですか DNA って。こういう伝統、そう伝統があるの。あ、だから240万持ってくるから、はい、ね、はい、もう1億にしてくれと、うん、ダメだ、そこには壁がある。
何ですかその顔って知らない伊勢投手だったんです、はい、じゃあ今年は誰でしょう。坂本。お、坂本選手投手、うん、外野の方は男前だし、はい、これ活躍したらもう間違いなく人気が出る。おー、あの中継ぎで出てましたね、うんうん、この子はさ、キャンプ行った時にさ、ずっとなんか待ってんだよ、横で。で、教団の取材があってね、はい、で、教団のバッティングをガーッと見てて、うん、まあ別にアドバイスをするとか、そういうことじゃなくて、うん、ただ見てたんだけど、はい、じゃあ帰ろうかって言った時に、スタッフとね、うん、あの、田中さん、いつも見てます、坂本ですとか言って、動画に取り上げてもらえるように、今年頑張りますって。期待してるぞ坂本。見てますねきっとこれね。これが上がった名前って。いやいや そこまで大したチャンネルじゃないからそんなことないですよそんな上がったじゃないから急上昇率アップナンバーワン取ってるじゃないですか、まあ、確かになそうですよ。でもやっぱ坂本に頑張ってほしいなって、うんうん、気は心でな、はい、うん、でも他は、うん、まあ、いるんだけど候補は、うん、でもみんな高いんだよねそこそこ。もらってる DNA はな、はい、でも坂本はもらってないし、はい、やっぱりね1650万です、はい、だからこれが、うん、まあ、4800万になれるように頑張んなさい。そうです ね頑張ってくださいっていう。それゲストに呼ばないかなまだちょっとあれ呼んでください。呼ぼうか。呼びましょうよやっぱこのチャンネルもね見てくださってる、ね、はいはい、っていうこともあって、そうだ、ね、じゃあ DeNA は期待も込めて坂本投手、はい、さあヤクルト、はい、ヤクルト、ヤクルト去年は誰でしたか。それは村上じゃないの。村上選手3位です。173%アップの2億2000万から6億。あ、木澤、木澤投手2位なんです。来てますね3位に。208%アップの1200万から。あ、長岡か。そうです。450%アップの600万から3300万。3600万だったら月300万でちょうどよかった。ちょうど割がいいんですけどね。なんでしょうねこれは。まあ、ただ長岡選手が 450% というところで夢ありますね。じゃあ今年吉村ルーキーです。あのピッチは勝てるな。もうそう、なんかそんな感じしますね。やっぱ社会人出てきて、はい、やっぱ厳しいところも出てきてるし、うん、まあその白馬も超えてるピッチャーかなって思うよね、うん、やっぱこうピッチングに味があるというかさ、はい、やっぱ冷静だよね、うん、まあ、社会人で来てるっていう投手ってやっぱそうなんですね。まあ、社会人で来ててもやっぱこう東芝っていうさ、はい、やっぱこう名門出てきてるっていうのがさ、はい、ましてやその東芝って厳しいしね、うん、だからそういうところで鍛えられてるっていうことは、まあ、そこそこやれるっていうふうに思うよね。おー、で、今1600万なんですよ年俸が、うん、となると、まあ新人王争いするな森下と。あ、セ・リーグはこの2人間違いなくしていくと思うよ。う、はい、まあ、どっちが勝つかはまだ分かんないけど、うん、まあ、いい勝負になってくると思うんだよね、はい、まあ、そうなってくると森下いくらにしたって6000万です。いくらもらってんの今。1600万です。一緒か。一緒なんです。じゃあ一緒だな。6000万。おー、アップ率一緒。怒るかな長岡とか。おいと、おいこれでいいんだよ。おい、木沢も怒っちゃうか。いや怒るんです。木沢いくらもらってんの。木沢投手3700万です。おい怒るなちょっとな、はい、じゃあ4800万ですよ。なんですかまあでも社会人出てきてるからね。いや、そうですね、その分っていうのはありますよ。ということは吉村投手がこれルーキーで、まあ、先発でどのぐらいの勝ち星。まあ2桁だな。11勝とか。まあ10勝でいい。ギリギリ10勝でいいよ、うんうんうん、だってヤクルト優勝してるけど昨年ね、はい、10勝の投手がいないんだもん。あ、そうでしたっけ。いないんだよ。え、いなくて優勝してるんだよ。どういうことですか。おかしいだろ。だから中継ぎがどれだけ頑張ってるかということ。それと中村のリードがどれだけいいかっていうこと。そうですね。そうそう、だから吉村もそのリードにあやかって、なんか吉村はなんかスタミナ的にもなんかこう10勝できそうな、うん、まあ、そんな感じがするんだよね。おお、ルーキーじゃあ6000万、はい、ということで12チーム、まあ、出揃いましたね。出揃ったって無理やり出しただけの話いやいやいや、でもこれはオフに答え合わせだからな、うん、完全にできますね。できるよな、うん、これはもう豊さんの金額も含めてな。いや、そうです、これ金額までピタリ賞出たらハワイ旅行とか。でもそれ以上にもらったらちょっと俺にくれみたいな。なんでそんなことないで。足が出た、いや、高めに設定してるからちょっと足が出たら、そうそうそう、選手のとこ行って差額もらいに、そうだよ行きますか。
やでも豊さんのメッキが正しいかどうか、そう今シーズンのオフに分かりますので、はい、ぜひねちょっとこの動画を覚えていてほしいなと。そうだ、ねはい、もう一回ねオフになったら見直してくれてもいいし。あそうですね、はいはい、そうするとあの再生動画率もアップしますし。そこはね、うん、お遊びだから期待はしてない。期待はしてないと言いつつ、はい、そちらの方もよろしくお願いします、はい。